そうですね。必ずリーダーシップを取ろうとしていますね。必ずいろんな人にコミュニケーションを取ろうとするし、声をかけてあげられるし、まあただシュートだけじゃなくて、まあ、チーム全体を見れるっていうのが彼のいいところでもありますね。やはりそれはやはりアメリカでバスケットボールを学んできたっていうのも大きかったと思いますね。やはり外国人、自分は日本人で外国をやるときにはやっぱり必ずコミュニケーションを取らなきゃいけないし、まあ、日本だと以心伝心っていう言葉があるんですけれども、まあ、そこまでできればいいんですけれども、やはり言葉で伝える大切さっていうのは必ずありますので、まあ、それは本人、長い間バスケットを学んできて、今に生かしているんじゃないかなというふうに思います。